ハニューゆロ転候から一年の奇跡。一期一会の美が心に残すもの。2022年7月19日にプロ転候の記者会見をしたハニューさん。それから一年以上経ち、2023年11月には埼玉、2024年1月に佐賀、2月に横浜にて単独アイスショー、イアーラハニーアイスストーリー 2ND、RE、プレイ、ツアーが開催される。 2022年夏から2023年の夏、ハブさんは単独アイスショーをはじめとしたショーでは、プロのスケーターの新しい姿を見せてくれた。さらに、グッチとのコラボ写真展、ツ子の部屋や、おゲンさんの出演、常に、新しいことに挑み続けてきた。9月28日発売の、フラウ11月号はサステナブルな美容を伝える、S、ビューティー、特集号だ。本紙にて、 長くハブさんを撮影し続け、12月に写真集も観光するフォトグラファーの矢口徹さんの写真と、2015年からハブさんを取材し続けているムクイチシン聞こえ社の広木めぐみさんの文章による特集記事が掲載。プロスケーター羽生譲るの深まる美の奇跡が凝縮されている。そんな本誌発売を記念して実現した、本誌未掲載の写真での短期集中連載第3回。 プロに転校して初めて地元宮城県で開催されたアイスショー、ノットステレイタの時の、羽生譲るの美を高木めぐみさんが寄せてくれた第1回、シェアプラクティスの時の笑顔の裏側を矢口さんが写真と文で伝えた第2回に続き、高木めぐみさんにこの1年のアイスショーでの、羽生譲るの深まる美を綴っていただいた。2023年のアイスショーで見せたもの、単独公演のプロローグ。 2022年11月と12月、ギフト、2023年2月での熱演後、羽生ゆずるさんは、STARS On Ice Japan Tour 2023, ファンタジーオンアイス、2023、でも存在感を放った。3月30日に大阪東和薬品 RACTAB ドームで開幕した、STARS On Ice Japan Tour 2023は2年ぶりの出演。大阪、岩手、 横浜と続いた11日間10公演で選んだプログラムは、2014から15年シーズンのフリー、オペラ座の怪人、2月の東京ドーム公演、ギフトで初披露したアドの、アシュラちゃんと、千と千尋の神隠しの、あの夏へ。3つの演目をひなわりで滑った、真っ赤なシャツに青のネクタイをまとった、アシュラちゃんの激しいダンス。あの夏へ、でハ、白い衣装で幻想的な世界に観客を誘った。 異なるジャンルの3つのプログラムを見事に演じ上げた。報道陣に公開された大阪公演と横浜公演の初日は共にオペラ座の怪人を披露した。14年グランプリシリーズ中国杯、上海でフリーの6分間練習中に他の選手と衝突し、流血。テーピングと包帯を巻き滑り切った。同年末には腹部の手術を受けるなど、困難が続いたシーズンの封印を解いた。 大鳥で4回転マイナス3回転の連続投ループ、トリプルアクセル、3回転半ジャンプ、マイナス1オイラー、マイナス3回転サルコウなどを決めた大阪公演後の取材で、ハブさんは選曲の理由を語った、オペラ座の怪人というプログラムを2014から15年シーズンにやっていて、中国杯での衝突の事故とか、病気や怪我にすごく苦しんだシーズンのプログラムだったので、 ある意味封印してきたプログラムです。道具公演で滑らせていただいた後にもっと完成させてもっと体力のある状態でしっかりと滑りきれる状態で皆さんにお届けしたいなということを考えて滑ることにしました。しっかり全力で全ての演技に全神経注いで頑張りたいと思います。本番の驚きの行動。一週間後の横浜公演初日。この日も 全神経を注いだ全力の滑りがあった。四回転マイナス三回転の連続とループの後半が二回転になったのだが、その後、驚きの行動に出た。トリプルアクセル、三回転半からの連続ジャンプで、予定されていた二回転とループを三回転に変更して決めた。競技会社ながらの、とっさのリカバリーをアイスショーでやってのけた。妥協知らずの本気度がなせる技だ。5月には、ファンタジーオンアイス。 2023、が千葉市の幕張メッセで幕を開けた。初日の公演が報道陣にも公開された。そこでもまた、驚きの滑りを届けた。大鳥で登場したハブさんは、DA パンプの、イフ、美味しさの歌声に乗せて演じた。安定した静かな空間で始まったキャメルスピン。そこにスポットライトが当たったところで、曲が鳴るという斬新な滑り出し、すべての音を拾い集めた、足さばきと身のこなし。 三回転ループは着氷を流さずに、すぐに次の振り付けにつなげた。技術と表現の融合が、一さの生か、君のラップと共鳴した。肩を揺らし歩くハブさんが左手を突き上げたと思った次の瞬間、表情に伏せるように体が沈んだ。卓越した柔軟性から繰り出すまさかの180度の縦開脚締めに、会場はどよめいた。従来のフィギュアスケートの枠にとらわれない構成が詰まったプログラムに進行を見た。 進化自由に舞う羽生譲るは美しかった。ショーの旅に見せる一期一への美。フィナーレで USA を踊り盛り上げた。グランドフィナーレでは鮮やかな四回転とループを決めて締めた。競技会から離れても高難度のジャンプを飛び続ける姿は今もアスリートのままだ。ショーの途中で地震が発生し一時中断したことを受けマイクを手にし、地震怖かったと思います。 まだまだ揺れることもあると思います。どうか最後まで気をつけて帰ってくださいと満員の観客を気遣った。羽生譲るというスケーターは、ショーの度に新しい顔を見せてくれる。想像することさえ困難なほどの努力を積み上げながら、一期一会の演技を届けてくれる。プロ転向も初のショーとなった昨年11月のプロローグで言った。今できることを目いっぱいあって、フィギュアスケートの限界を超えていけるようにしたい。 それが、これからの僕の物語としてあったら、過去の自分を超越し、これからも挑戦と共に生きていく。羽生譲る、羽生譲る、1994年生まれ、宮城県出身。2014年ソチ五輪。2018年カイラマサ五輪で2大会連続金メダルを獲得。2022年北京五輪に出場。2023年7月19日にプロ転向を表明する。 2023年11月に埼玉、2024年1月に佐賀、2月に横浜にて単独アイスショー、イヤーラハミーアイスストーリーに n d RE、プレイ、ツアーが開催される。今年12月20日にはクランプ氏とのコラボレーション絵本、ギフトが観光の予定。矢口、トール、フォトグラファー、広木、めぐみ、新聞記者。